改めてバイデン氏、ハリスに心よりお祝い申し上げたいと思います。日米両国は自由、民主主義、またこの普遍的価値観を共有する同盟国である、まあ、日米同盟をさらに強化なものにするために、そしてこのインド太平洋地域の平和と繁栄、ここを確保していくために、米国と共に取り組んできた、このように思っています。また、バイデン氏との私の電話会談、また、訪米については、現時点においては何も決まっていませんが、今後、タイミングを見て、調整していきたい、このように思っています。